バベル東京は敵戦闘ヘリによる強襲を受け倒壊。アヤ、サキは捜索を行うも発見できず戦死として記録。同捜索中、傷ついた2体の吸血族と思われる個体の回収に成功。回収した2個体が互いをカムラ、サーヤと固有名詞で呼称したことにより使命を判明。ブラードに捨ての間にされたことがカグラとサーヤの組織への忠誠心を失わせたのか。今まで謎に包まれていたブラード財団と吸血族に関して両名から情報を得ることに成功。交換条件としてカムラとサーヤ、GPF が所有するイニチおよび資料の研究成果を提供。アヤ、サキの抜けた戦力補強とカムラ、サーヤ、当人の希望も兼ね両名の GPF への加入を承認。機械兵との連携等GPF 組織としての訓練を経て対ブラード財団掃討作戦に参加させる。カムラ・サーヤの働きによりわずか6ヶ月でフェーズ1広域部での資料掃討に成功。明日一蓋丸々時にフェーズ2拠点攻撃へ移行。いよいよカムラ・サーヤの育ての親であるカルミラと相対することになる。本作戦が成功するかはカグラとサーヤの双剣にかかっている。また我々は年派も行かない姉妹に運命を委ねるのか。Hey!
攻撃で楽しませてくれるのやら。 How do you play?失敗なんかしたことないけどな。姉さん、大桟橋のダイビング録画されてたんだって。いいね、よく聞いて。そのルーマニアの町の近くに教会がある。その教会の僕ちょ、あれ
なんだこれ、妨害電波か何かか。というわけだから、ブラード卿のいるブライドへ向かう前に必ず教会に行くわよ。え、ちょっと待っ、もう一度指示を。くそ、その無線機もうダメかも。姉さん機械と相性悪いから。なんだよ、私のせいかよ。だって姉さんが使うと何でも調子悪くなるじゃない。それよりこれからどうしよう。待つ。じゃあとりあえず教会がどうのって言ってたから、付近の教会を目指すか。了解。Yeah.
し、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